薬物事件で日本を追われ、昨年また故郷で薬物に手を出し、有罪判決を受けた。韓流歌手ケイウンスクの落ちぶれようが分かった。判決前のカツラと韓国で会った関係者が本誌に明かしたもので、その風貌はまるでおばあさん。怪しげな商売をする腐れ縁の男にすがり、本人はお金がないと漏らしていたという。かつて美貌とハスキーボイスで鳴らした。人気歌手の転落人生を追った。カツラは2007年、日本での薬物事件で懲役1年6月。執行猶予3年の有罪判決を受け、ビザが降りず翌夏。国外追放された。母国で再起を図ったが、また薬物に手を出すなどの事件を起こし、昨年6月に逮捕。同11月に懲役1年6月。罰金80万ウォンの実刑判決となり、翌月控訴した。カツラといえば、1985年に大阪暮色で日本デビューし、一世を風靡した。昔はすごく綺麗だったけど、多分同世代歌手と比べたら10歳ぐらい、上に見えるんじゃないかな。もうおばあさんでした。昨年末、ソウルで何度か会った時のカツラの印象を語る。のわさる関係者だ。今は本当に昔の顔じゃないんです。ちょっと不自然でした。韓国は整形大国だから、多分いろいろしたのかも。ヒアルロン酸とか注射をたくさん打ったりね。あと、これは薬の影響だと思うけど、ちょっと目が出てました。薬をたくさんやった人って、目がどんどん出てきちゃうから、本人もそんな老け顔を気にしてか、ガラスに色の入ったメガネをかけていた。ただ一世を風靡した元トップ。歌手の品格はあったという。身振りに品があるというか、普通の人ではないですよね。デヴィ夫人やサッチーみたいな感じ。もちろんそこまで念は言ってませんが、なんとなくそんな態度ってあるじゃないですか。私はケイウンスクよみたいな。そんな印象を受けましたね。昨年の判決では、本人は否認した2件の詐欺事件に関しても消極的に加担したものと認められるとされた。生活が苦しいのは事実のようで、カツラは今は何もしてない。お金はゼロなのと漏らしていたそうだ。確かに着ていたのも高そうなブランドものだけど、10年、20年前に買った服でしょ。みたいな服でした、と関係者。カツラはいつも中年の韓国人男性と一緒だったという。彼氏なのか内縁の夫なのか元彼なのか。さすがに聞けませんでしたが、日本語もペラペラだし。腐れ縁関係のようです。聞けばこの男性は、引退した俳優や有名歌手などの金持ち相手に、ヨーロッパの高級ブランドの食器を中心とした雑貨を販売しているという。裏の世界では有名な店みたいで、中国だかタイだかの密造業者とパイプがあるそうです。彼が商売を頑張って、カツラさんを食べさせているんじゃないかな。日本で活動していた頃から、カツラには暴力団との黒い交際が噂されていた。ギャンブル癖、ホスト狂い、離婚スキャンダル、多額の借金問題、事務所トラブル、裁判沙汰、うつ病と、まさに波乱万丈。家中の人清原和博被告とも共通点は多い。2000年代の開始とともに、日本に沸き起こった韓流ブーム、ドラマで火がついた人気はやがて K-POP 人気へとつながり、今では10代たちも熱狂する第三次韓流ブームが起きている。気になるのは、かつて人気だったあの人たちのその後だ。彼ら彼女らは今どうしているのだろうか。シリーズでお届けする意欲企画。今回は日本で K-POP ブームが起きる前から大活躍した演歌の女王、
ケイウンスクのその後と現在について紹介する。借金、詐欺、薬物と問題続きの演歌の女王、日本の大晦日の風物詩といえる NHK 紅白歌合戦。その紅白歌合戦に7回も出場した。韓国人歌手をご存知だろうか。その名はケイウンスク。若い世代は知らなくとも、50代のミドル世代や中高年は、あの独特のハスキーボイスで彼女が歌った演歌を覚えているはずだ。スズメの涙に夢女、酔いどれて真夜中のシャワーなどヒット曲は多数。1980年代後半から90年代にかけて多数のヒット曲を連発し、紅白歌合戦だけではなく、レコード大賞など各種音楽賞の常連でもあった。日本で韓流ブームが起きるずっと前に、日本でその名を轟かせた韓国人の演歌の女王、まさに韓流ゼロ世代の一人だった。一説にはあの元総理大臣の小泉純一郎氏もケイウンスクの大ファンだったという。しかしここ数年はすっかりその姿を見なくなった。始まりは2001年、当時所属していた日本の芸能事務所との借金トラブルが発覚。テレビやラジオに登場しなくなり、その後は離婚や借金裁判などスキャンダルが続いた。2007年11月には薬物取締法違反で現行犯逮捕、懲役1年6ヶ月執行猶予3年を言い渡され、日本当局からビザの延長ができないという通知も受けて、2008年8月に韓国に帰国してしまったのだ。韓国に戻ったケイウンスクはしばらくの間ブランク期間を設けたが、2014年1月から歌手活動を再開。3月には韓国で32年ぶりとなる新曲も発表したが、2014年8月に詐欺罪で在宅起訴されてしまう。2015年6月には薬物使用で逮捕。11月には詐欺容疑と薬物使用で懲役1年6ヶ月。罰金80万ウォンの実刑判決を受けて、刑務所生活を送った。こうしたことから、ケイウンスクは現在も韓国の地上波に出演できずにいるが、歌手活動は続けており、小規模ながらステージにも立っていると伝えられている。2019年5月には韓国で37年ぶりとなるアルバムも発表。ソウルの西江大学メリーホールで、アルバム発表記念イベントも開催した。ここに紹介した写真はその時のものだ。日本のおじさまたちの心の残る演歌の女王が、いつの日か日本のステージで、あのハスキーボイスを響かれる日は来るだろうか。まずは、ケイウンスクさんがどのような活動をしてきたのかについて書いていきます。韓国では高校卒業後、芸能活動を開始し、モデルとして活動していました。その後、アイドル歌手としてデビューし、韓国でも人気を博していたようです。日本に来日してきたのは、1984年作曲家の浜圭介さんがケイウンスクさんの才能を見出して1年間レッスンを重ねて、翌年1985年に大阪母色でデビューを飾りました。ちょうど時代も景気が盛り上がるバブル景気の入り口だったので、レコードも売れてケイウンスクさんにも注目が集まり始めます。ちなみにデビュー曲大阪母色は優先大賞新人賞を受賞しました。その後も作品をリリースするたび何らかの賞に絡む活躍ぶりでした。日本では2005年までにシングル30枚アルバムはいろいろな形でリリースされ、数えきれないほどリリースされています。こんな華やかな活動をしていましたが、徐々に華やかな芸能人生に暗雲が立ち込めるようになります。ケイウンスクさんの2019年現在の活動拠点は韓国。本人も日本での活動を希望している
ものの実現していないのが実情です。というのも現在はソウルで暮らし実母の介護をしており、日本で華やかに活動していた時期のケイウンスクさんを覚えている人には想像を絶する生活をしています。ケイウンスクさんの活動がつまずき始めたのは2007年、日本の自宅で薬物を打っていたところに警察が踏み込んで逮捕されました。下った判決は1年6ヶ月執行猶予、3年の有罪判決がおりました。ビザが下りず2008年の夏に国外退去処分され、帰国し未だ日本へ入国できない状態が続いています。その後2010年に韓国で歌手活動を再開するものの、2014年に詐欺容疑がかけられて逮捕されました。翌年2015年にも再び薬物に手を出して再逮捕され、詐欺罪と薬物の罪の2つの罪で1年2ヶ月の判決が確定してしまいました。そのためこの期間刑務所に入っていました。現在は韓国においてファンに向けた活動はしておりますが、本格的な復帰はできていません。たびたび逮捕されたので新曲リリースもできていません。日本ではポリドールレコードと2001年まで契約がありましたが、その後新たに契約を結んだレコード会社はありません。成功を一気に掴んでしまうとその反動が大きいということが分かりました。いろいろなものを犠牲にしすぎてしまい、その分人生への歪みが出てくるのです。ケイウンスクさんの場合もその状態だったと思います。華やかな時間を過ごしただけに、当事者である本人もなんとかあの時に戻りたい、そんなことを考えてあがいてもがいて生きていく、その中で挫折を味わい辛い思いをしてしまう、そんなことを繰り返しているうちに取り返しのつかな状況となったのかもしれません。今の歌声は聞くことはできないのですが、過去在籍していたレコード会社からアルバムがリリースされているため作品自体は聞くことができます。しかしながら本人がメディアに露出するという状況になるのは厳しいと思います。薬物については一度手を出してしまうとやめる子とも難しいですし、また手を染める、そんなイメージがあります。日本の芸能界も薬物については厳しい対処で進んでいくようになりつつあります。過去の芸能界では執行猶予が終わればマスコミに再び出演することができたし、世間もそれを許しました。しかし結果として再び薬物で逮捕されるケースも多くなってしまったため復帰が難しくなりました。今回の場合実刑で刑務所に入ってしましたのでダメージが大きいですね。なのでケイウンスクさんが日本に復帰する可能性はとても低いと感じました。人気はある方なので何かしらの形で表舞台に出てきてほしいなとも思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。